1> 図一路一、上面二、仮面三、側面四、路間五、ーで六、入れ子七、蔦絵八、路下、図に推進力図三柄にかかる、上向きの力路は、人力によって、終定の推進力を得るための装置。矢倉とも書く。明確な起源は分かっていない。文献上に現れるのは、中国の管大である。日本列島中央部、中国、台湾、朝鮮半島。 ベトナムなどの東アジアに広く分布する。美光として、日本のイムキー石出土の一号道卓には、ロカ、ソーダいを操る人物が乗ったゴンドラ状の船が描かれている。現代中国語では、ロという字も用い、ルーと発音する。英語には対応する装置や概念はないので、日本語の音を移して、ローと表記する。ともとの形状的な類似から、スカールを用いることも、 ままあるが、ロと、ともかいとは、機能や、動作原理が異なる。翼断面を持つ、先端部を水中で船の左右に振り動かす際に、振る方向よりも、進行方向に傾けた角度をつけて、炉の面に揚力を発生させ、その分力によって、船に推進力を与える。先端部を水中に深く差し入れるので、先端部は、かなり長い。水中に深く入るよう、 取っ手に角度がつけてあるものが多い。次炉の先から見た水中の炉に生じる力。合力は炉の断面と垂直の方向に生じる。図3船の横から見た力。水中の炉の傾きに垂直な力から、その分力として下向きの力と水平方向の力が生じる。下向きの力は視点を経て殻を押し上げる力となるので、 船底に固定した縄で受け止める。中ほどの穴を線尾にある、ロヘソと呼ばれる棒状の部材に装着する。柄の手元近くと船底を、ロ縄でつなぐ。この縄は、ロが波などで流出するのを防ぐとともに、想定の反作用で、柄が浮き上がるのを止める役割を持つ。小ぎ手は、進行方向に対して、横向きに立ち、取っ手部分を握る。ロヘソを軸に、 水中で炉の面が斜めに水を切るような角度をつけ、進行方向の左右に振るように動かす。押すときと引くときとで、炉の傾きは逆にする。推進力を炉へそが受け、小ぎ手が支えないので、小ぎ手の負担が少ないとは異なる。したがって、一人の小ぎ手で大きな船を操船することができる。一丁の炉で推進する普通の路線は前進しかできず、また小回りも効かない。 原理上、想定の一動作ごとに船は左右に頭を振り、また船尾が沈み込む。基本的に立位で両手を使って操作するので安定性が悪い船や荒れた水面では使用しづらい。小型のものでは足を使って操作するものもあるが手を使うものよりも操作に習熟が求められる。交代させる必要のある船は選手にもろがつけられるようにしたと言った。 大型船では原則に炉を並べ、畑船などでは100丁以上もの炉を装備した。ありがとうございます。